JR 西日本207系電車 JR 西日本207系電車207系電車は1991年平成3年に登場した西日本旅客鉄道 JR 西日本の直流通勤系電車である JR 西日本が民営化後に初めて設計した通勤系電車で川崎重工業近畿車用、日立製作所 JR 西日本ごとを総合車両所で製造された。主回路制御には JR 西日本が導入した車両で初めて VVVF インバータ、霊番台のみ、直波制御併用が採用され、最高速度は登場当時の通勤型では初の時速 120km 対応となった。製造当初から地下鉄対策、工術や半自動ドア機能や大切ブレーキといった、 寒冷地対策が施されており、JR 西日本アーバンネットワークの直流電化区域全域での使用が可能となっている。2009年まで東日本旅客鉄道、JR 東日本にも同方式で地下鉄対応車の2 0 7系9 0 0番台が運用されていたが、これとは無関係である。統計列の量産先行車は1から不満されているため、 車両番号の重複は発生していない。もともとは、片町線と福知山線を短絡する、片副連絡線、JR 東西線の建設当時の過小が地下線で、新設されたため、同線への入線を念頭に、旧来の通勤型主力車103系を置き換えるために、設計、導入された車であったが、その後、JR 東西線に乗り入れる各線での、 共通運用や旧型車の置き換えのため、JR 西日本の標準系通勤車両として大量に増備された。12年にわたって484両が製造され、車体は全車ほぼ共通のものを持つものの、駆動、制御系その多機器類は製造年次によって多くの点で異なっている。また、高速運用時の蛇行を防止する台車の横断波が途中から 追加装備されるようになり、当初準備工事だけであった初期車にも拡大装備されて、2003年までに取り付けが完了した。2004年までに強化型スカート、配焼機がすべての編成に設置されている。207系の製造は2003年度で終了し、2005年度からは321系に移行している。JR 福知山線脱線事故移行。 実際に運用されているのは477両である。本節では登場当時の使用を基本として記述し、体質改善工事などの大幅な改修については別説で講述する。JR の通勤系電車としては標準的な片側4カ所に客用ドアを設けた20メートル車体を有する。構えからだの材質は1988年に、 半話専用として投入された205系千0番台に、続いて、ビード加工軽量、オールステンレが前体で前頭部の前面は、普通構成、側面及び屋根面は、FRP 製となっている。在来の通勤系電車が、車体幅に 800mm だったのに対し、本系列は、定員像を狙った、近郊系電車に見られるような 2950mm のワイドボディが、 国鉄 JR で初めて採用された点が特徴である。前面は中央に非常用貫通扉が設けられた半円筒形状で中央が膨らんでおり横から見ると海型に見える形状で自己時の衝撃吸収の役割を持たせて厚めに作られている。全小筒とび刀は四角型のものが横に合計4筒並べられている。つま面には 妻壁外面に設置された消火器を車内に取り込む経路として、また非常時の換気用の開口面積を確保する目的で大型の一枚加工窓が備わっている。このため、車両間同士をつなぐ客用間通路が中央から JR 神戸線走工事できたよりにオフセット設置されており、左右非対称になっている。また、妻面壁の上部に通気口が設けられている。 転落防止フォロは2002年の2000番台の一時製造分から装備されており2006年より1000番台の S18 編成を除いた全編成に設置された2003年の2000番台二時製造分から緊急列車停止装置 EB 装置を装備するようになり2003年より非装備車への追加設置が始まった側面層下には JR 西日本のコーポレートカラーと、東海道本線、山陽本線、JR 神戸線、JR 京都線のラインカラーを表すノータンブルーと、境目に白色が入った帯を巻いていたが、2005年度に、後継系列の321系と同様の、窓周り塗装下に、紺色、装下に上からオレンジ、白、紺の、計算本の帯を巻くものに変更された。JR マークは、 図書変更後も貼られていない。種別、行き先表示器は221系で採用した、方式と同じ回転膜式と発光ダイオード式との併用である。回転膜は、列車の種別、線区、LED は行き先を表示している。221系にある号車番号表示は、省略された。JR 西日本発の VVVF 制御装置、搭載形式である。 製造期間が約10年の長期にわたっているため、製造時期により、例えば、VVVF インバータの制御素子は、ゲートターンオフサイリスタ、絶縁ゲートバイポーラトランジストなどのサインがある。パンタグラフは JR 東西線内の合体化線区間での離線対策で、下枠交差式の WPS27 型をクモハ207型およびモハ207型1両あたり2機搭載する。 JR 東西線以外では、第1パンタグラフのみを上げて走行し、天ヶ崎駅と京橋駅で、第2パンタグラフの走行を行っている。駆動装置は国鉄、JR を通して、在来線電車としては、初の WN ドライブが採用された。JR 西日本の新系列車両には、この207系以降から一部の例外を除いて、WN ドライブを標準採用するようになった。 屋根気機器は221系を踏襲した集約分散式冷房装置2機を全車に搭載している。客用ドアの室内側は化粧板仕上げで、室内照明である蛍光灯にはカバーが設置されているなど、国鉄時代の車両よりソフトな印象になっている。座席は従来より座面高さ、奥行き、クッションの最適化を図り、座り心地改善が図られている。 腰掛け表地は従来のナイロンモケット地を使用し、風合いと耐久性に配慮している。運転開始当初の座席は青色のモケットを採用していたが、2010年4月19日から緑色の座席へと交換が順次進められている。また、腰掛け両サイドには仕切りを兼ねた肘掛け袖パネルを設置、仕切りパイプを高い位置まで伸ばすことで、立ち客への握り棒を兼ねている。 国鉄時代にはスタンションポールを設けていたが、関西圏の私鉄の多くがスタンションポールを設けず、車内見つけを重視していたことから、周辺私鉄への対抗のほか、快速運用も考慮して、長時間乗車に対応した車内設備としている。一部編成には、7人掛けの励行を促すべく、バケットシートが試験導入された。また、百九十三年三月以降に、 製造された車両は座席が片持ち式となっている。その他、側扉には半自動ドアスイッチを設け、夏季及び冬季での車内温度維持のため換算区間及び停車時間の長い一部の駅で使用されている。半自動ドアスイッチは車内側は開閉可能であるが、車内側は買いのみとし、安全性に考慮している。2010年に入り、 車内のドア開閉ボタンが取り替えられている。側窓は空調効率や防音効果、陶器の結露防止のため服装ガラスの固定窓が採用された。その結果、緊急時に必要とされる換気量が側窓から確保できなくなり、開閉可能な大型つまめ窓が設けられた。これによりつまめの貫通扉が変身している。大型化したつまめ窓により、 連結車両間の見通しが良くなるとともに、この車両のインテリアの特徴ともなった。またバリアフリーへの対応として、ドア付近への吊り革設置及びドアチャイムが設置されている。ドアチャイムは本系列よりも後に製造された223系以降の同社の新型車両にも付けられている。また、ドア上部に LED 式の車内案内表示装置が千鳥配置で一両あたり、 計4カ所設置されている。停車駅の案内のほか、広告媒体としても使用される。車椅子スペースは2000番台の三車端部に設置されている。一部の編成では定期的に盲導鈴が明導しており、2009年度内をめどに枕木方向に釣り革を追加している。2011年10月19日から本系列と321系の釣り手が225。 軽仕様のものに順次交換及び像が行われている。運転台のマスコンは1989年の221系の設計を受け継いだ横軸ツインレバー型である。立行ノッチ6段、常用ブレーキ8段は、後継の321系とともに、JR 西日本の電車として最大である。2000番台と、体質改善車を除き、圧力系などの各軽機類は、 デジタル表示となっている。運転台右横に設置された液晶モニタ装置では、車両の様々な状態を一度に監視したり、空調等の各設定を行うことが可能で、運転、車掌業務をサポートしている。JR 西日本の新系列車両には、この207系以降から一部の例外を除いて、ミュージックホーンを標準装備するようになった。運転台背面の仕切りには、窓が3枚並び、 そのうち中央は仕切り扉である。車掌スイッチは221系と同様に、間接制御式、リレー式を採用した。ユニットとは隣り合う電動車同士で、別々の機器を搭載し、2両で1組の機構とする、方式。それまでの車両は2両は、検査などがない限り切り離されなかったが、207系は、機器を集約することでもは207型、または、 クモハ207型単独での使用も可能な設計にされている。以下の表で XXX とあるのは XXX 番台の意味である。例、クモハ207線、クモハ207線番台。また、背景色が黄緑の車両は女性専用車両である。なお、学研都市線、松井山手経由の区間快速、快速と大阪東線。 大和次線王子経由の直通快速では、奈良駅基準で、編成の向きが反転している。制御装置は、GTO サイリスタの昇降圧チョッパ回路、パワートランジスタ素子による3レベルインバータで、構成され、台車単位の制御を行っている。補助電源装置は、トランジスタインバータで構成され、低格容量122区場を備える、WSC28 を、 空気圧縮機には、レシプロ式の WMH3093、WTC2000A を搭載する。主電動機は、出力 155kW の WMT100 を搭載する。ただし、一部編成は323系に準じた前、密閉式に乾燥されている。1991年に7両固定編成、当時は C1 編成として、 近畿車両で3両、川崎重工業で4両が落成し、淀川電車区に申請配置された。性能は量産車の項で記述する、試作車であるが、国鉄の試作車の多くに付されていた900番台とはされておらず、量産線行車と呼ばれることもある。当初は、客用、両開き扉のガラスに D 字型の左右非対称のものが、 丸みのない泡が左右で向かい合わせとなるように使用され、両者の間が窓周りが黒く塗装されて2枚が大型1枚窓風に見えるような工夫なされていた。運転台右横に設置されるモニタ装置がカラー表示ではなく221系に準じた大々色の単色表示かつヒタッチパネル式で下部に10個のボタンがあった。運転台にデスク型と呼ばれる独特な形状の マスコンブレーキハンドルが採用されたなどの試作編成のみの独特な装備を有していたが、後に同年登場の量産車に合わせた標準化工事が行われ、他の編成と同じ仕様となっている。また、冷房装置は221系と同じ、集約分散式のワウ701が採用された点も異なる。一本だけが在籍し、片町線。 学研都市線は2010年3月12日まで、京田辺木木駅間は4両対応であったことから、7両固定編成である本編成は、東海道本線、山陽本線、JR 京都、神戸線で限定運で充当されていた。後継者の321系がある程度で揃った2006年3月18日のダイヤ改正より321系と、 共通運用されるようになったが、2008年3月15日のダイヤ改正で321系の JR、東西線、学研都市線、京橋駅、松井山手駅間での運用が開始されたのに伴い、JR 東西線、学研都市線でも運用されるようになり、学研都市線内のみの運用も復活している。その後、2012年3月17日より、 他の207系とも完全な共通運用となった。運用時に多編成を連結することがないので、電気連結機は非装備である。学研都市線の103系の置き換えとして1991年から製造が始まったグループ。このグループからは4両編成及び3両編成での製造となり、日立製作所が製造に加わっている。百九十三年には、福知山線。 JR 宝塚線にも新造投入され、JR 東西線開業後は直通運転により、東海道本線、山陽本線、JR 京都、神戸線でも使用されている。試作車が1からの番号を付されているので、2、もは207型は3以降の車体番号が与えられている。計140両が製造された。所属車庫は、淀川電車区、宮原運転所から、 水田工場高月発出所を経て、2000年までに全列車がアボス総合車両所に変更された。現在は編成番号の変更が行われ、4両編成は Z 編成、3両編成は S 編成と称する。例番台量産車のみで蘇生された4両編成は Z 編成として23編成在籍したが、区派207から17以下4両の Z16 編成。 1992年、日立製作所製は、JR 福知山線脱線事故で、初の廃車となり、2017年時点では22、編成が使用されている。製造開始当時、4両編成の区ハ206型と、3両編成の区ハ207型及び区ハ206型は、自動解決装置、電気連結器を装備して100番台として区分されて、いたが、 JR 東西線開業前に4両編成の空波207型にも同装備が追加されたため、使用差はなくなった。また、当初3両編成で製造された編成は JR 東西線開業前に、後日の1500番台組込み改造がやれ、すべて4両編成となっている。製造当初、JR 東西線開業前に、 同線以外の区間でもパンタグラフを2機使用していたことがあったが2009年時点では他の番台同様 JR 東西線区間のみの使用となっている。冷房装置は集約分散式の WOW702 を一両に月2機搭載している。JR 東西線の開業を前に東海道本線、山陽本線、JR 京都、神戸線の103系の置き換え、 および1997年の JR 東西線開業に合わせての車両投入を目的として1994年から製造されたグループで1994年3月1日から営業運転を開始した。このグループから電動車ユニット方式が廃止され、同時に例番台には存在しなかった雲波形式が設定され、一部の車両が五島総合車両所で製造された。 S54、S55 編成。例番台では、電動車両に走行機器を集中搭載していたが、本番台では、雲波形式設定による床下機器設置スペースの都合から、電動車用、雲波207型、模波207系には、VVVF 制御装置、補助電源装置を搭載し、付随車、サハ207型、クハ206系の一部に、 空気圧縮機などのホッキ類を搭載する。制御装置には、パワートランジスタ素子の、VVVF インバータ制御装置を搭載した例、バンダイとは異なり、東芝製の GTO サイリスタ素子が採用され、1台のインバータで1機のモーターを駆動する個別制御とした。この制御装置は2 8 1系や2 2 3系例バンダイでも採用された。補助電源装置は、 GTO チョッパ、イベットインバータで構成され、定格容量122区場を備える、WSC31 を空気圧縮機にはレれバンダイと同様のレシプロ式、WMH3093WTC2000A を搭載する。急勾配の多い JR 東西線に対応するため、主電動機は、出力 200kW の WMT102、3次車、よび4次車は、 出力 220kW の WMT104 にパワーアップしている。運転台パネルの景気配置も変更された。冷房装置は集約分散式の WOW702W を一両に月2機搭載している。角に丸いカバーが追加された点が外観上の変更点となっている。終電装置は体感、大切性能に配慮し、大切用カバーと、 河川追従性向上を目的としたダンパー取り付けが施された WPS27D 下枠交差式パンタグラフを電動車両に1機搭載する。ただし、2機搭載できるように準備工事が施されており、1997年の JR 東西線開通に合わせて2機搭載に変更された。JR 東西線開業前に組み換えと追加製造が行われ、 T 編成4両19編成計76両と S 編成3両55編成計165両となっている。この時、片側、加古側、篠山口側にしか設置されていなかったパンタグフが0番台と同じ2個設置に変更された。その後、0番台同様に全車アボ星総合車両所に移管されている。 雲モ207-1033以下3両の S18 編成1995年近畿車両制は福知山線脱線事故の時に連結されていたことから兵庫県警察が押収し保留車となったため後に返還され現在は水田総合車両所原支所で保管されている2017年時点で1000番台 S 編成は54編成162両が 営業運転に使われている。1996年、平成8年に改造で誕生した、0番台3両と1000番台1両で、根結の4両編成を蘇生したグループ。JR 東西線開業に備えて、全編成基本4両付属3両に統一されることとなり、付属3両編成に千0 0 0番台が集中的に起用されたために発生した。 制御装置発射者のものがほぼそのまま使われたため、電動車は同一編成でありながら、走行音が異なる。機器等については、上に項目を参照。1000番台6プラス2両編成が4プラス3、両編成に組み替えられた際に余った、モハ207型1000番台が、0番台3両編成に挿入されるという方法で、登場した。 共にパンタグラフを持つモハ207型0番台と、モハ207型1000番台が連結されることとなり、保守費用低減のためユニット化されて1500番台のパンタグラフは撤去された。0番台の3両編成に対し、モハの1000番台が2両不足したため、2両、モハ207から1534.1535が製造時からの1500番台車両として製造された。 これら2両は当初からパンタグラフを持たないものの屋根上には他の1500番台と同様のパンタグラフ用の配管が設けられている。車両番号は元番号プラス500となっている。500番台プラス1500番台を組み込む4両、編成は A 字編成として16編成が在籍する。片町線、学研都市線の輸送改善を目的とし、2002年から 製造されたグループである。車両外観には大きな変化は見られないが、機器偽装は基本的に2 2 3十2 0 0 0番台をベースとしている。電動車両、クモハ207型、モハ207系には車両制御装置を搭載し、付随車、サハ207型、クハ206系に空気圧縮機などの補給類を搭載する。車両制御装置は、 イベット素子を使用した3レベル、電圧型 PWM インバータである。1機の装置中にインバータを5機、主回ロブ4機補助電源部1機搭載し、主回ロブは、インバータ1機で1台の主電動機を制御する 1C、1M 制御方式を採用している。補助電源部は参照、交流 440V、1 5十九場の容量を有しており、主回ロブと同じくイベットを用いた2レベル。 電圧型 PWM インバータを CVC 回制御し、補助電源部が故障した際には、主回路用インバータを CVC 回制御することで、補助電源のバックアップとしている。主電動機も、同社のものと同型の WMT102 バイトを搭載している。電動空気圧縮機は、従来のレシプロ式から、除湿装置一体型の低騒音型スクリュー式に変更された。 後に登場する225系や287系にも採用されている。台車は223系などとは異なるジックバネ部が、鑑式延長案内式とされた WDT62、電動車用 WTR239 バイト、付随車となった。それまでのグループは、運転台パネルにデジタルケーキが使用されていたが、このグループは、コスト削減や、 乗務員から日光が当たると表示が見にくくなるという苦情があったために、旧来のアナログケーキが搭載された。また、例番台や千0 0番台と異なり、ドアが開く際もドアチャイムが鳴るように改良されている。また、落成時から ATSP 保安装置を搭載している。T 編成は4両11編成44両と、S 編成は3両12編成36両の、 合計80両が在籍。編成番号は1000番台の続番となっている。1994年8月から1995年3月にかけて、例番内量産車の先頭車両78両、区波207から2から17、101から113、130から139区波206から101から139に対して、ATSP 保安装置の取り付けが、 つ田工場で行われた。1995年12月25日に、福知山線、JR 宝塚線乱本駅でレイバン番台4両が、雪によるブレーキ不具合で、停止位置を行き過ぎ安全側線に侵入し脱線する事故が発生。この事故がきっかけで、体幹対策仕様ではないレイバン番台に、対策ブレーキ装備などの体幹対策改造が行われた。 1997年3月8日に開業した JR 東西線へ直通するため、すでに製造されていた298両については、次のような改造が施行された。2010年12月17日に、舞子駅で発生した乗客転落死亡事故により、その対策として、編成中間となる先頭車のみ、2014年から2015年に、 かけて、全編成への設置が完了した、霊万台の一部は、体質改善工事同時施行。本形式の中でも最初に投入された霊万台と千番台は、申請から20年以上が経過しているため、接客設備の改善及び安全性向上を目的に、霊番台は2014年から、千番台は2016年から、それぞれ体質改善工事を行っている。 体質改善者第1号として、網市総合車両所赤支所所属の Z22 編成が初めて体質改善工事を施行され、2014年9月29日に試運転を行った。その後11月17日に営業運転に復帰した。2010年12月17日に山陽本線 JR 神戸線舞子駅で旅客が、 列車の先頭車同士の連結部から転落し、列車にひかれ死亡する事故が発生した。この事故の対策で、一部の車種や他車線に乗り入れる列車を除き、本系列を含めた全車種で、先頭車同士を連結した部分の全消灯を終日、転倒させる取り組みを2011年5月1日から始めたが、ハード面での対策として2 0 7系1編成。 三両プラス四両の先頭車に転落防止カバーを取り付け、施行を行っている。転落防止カバーは、全消灯のもとに合計4カ所取り付けられ、約半年間効果を検証するとしている。転落防止カバーの取り付けに合わせて、音声警報装置も取り付けられた。2005年4月25日の午前9時18分頃、福知山線、JR 宝塚線甘崎駅塚口駅間で、 宝塚発同志社全行上り快速 5418M7 両編成が右カーブで7両中5両が脱線し、内線等2両が進行方向左側の線路沿いにあるマンション1階に激突、大破する事故が起きた。事故にあった7両は Z16 編成4両と S18 編成3両である。2編成は z 十六編成を先頭に、途中の京田辺駅まで並結して運転した後、京田辺駅で s 十八編成を切り離し、z 十六編成のみの四両が、同志社前駅まで向かう予定だった。七両のうち、z 十六編成の先頭車が、マンション一階の立体駐車場に横転した状態で、突っ込み、前から二両目が横転した状態で、マンション一階側壁衝突。この2両は、 原型が全く残らないほどに大破した。3両目、4両目も全ての台車が脱線し、車体が歪むほどの衝撃を受けている。後方に連結された S18 編成も、区ハ206-1033と、佐ハ207-1019の塚口よりの、台車以外の全てが脱線した。脱線した車両のうち、Z16 編成の四両については、事故当日に車席を抹消され、 鉄道線復旧時に事故現場で解体された。S18 編成は塚口駅へ人力で改装された後、DD51 の牽引で宮原総合運転所に搬入され、4両目がぶつかったため前面が破損していたクモハ207-01033にはブルーシートがかけられた。この3両は重要証拠として兵庫県警に押収され、県警の施設で 全4両の台車などと共に保管された。鉄道書籍によると、これら3両は、警察の指示で返却、または除籍許可が出るまでは、車席抹消ができないため車席こそあるものの、車両が破損していること、事故の証拠として、今後の裁判に使用される可能性があること、また事故を風化させない目的から、JR 西日本では、警察から返却され、次第廃車とし、 大阪府水田市にある社員研修センター敷地内の鉄安全行動館に保存する予定とされている。そして2011年2月2日に神戸地方検察庁は保管していた同編成を同年2月1日付で JR 西日本に返還した。2018年平成30年11月17日、事故の風化防止及び社員教育活用のため、 事故当該の7両を保存する意向を明らかにしたが、解体された4両に関して保存可能な状態となっているかは不明である。この7両が使用不能となったことにより森の宮電車区から103系が貸し出され、さらに予備車確保のために JR 東日本から103系8両を購入し、代送車とした。その後は207系を補充するのではなく、 321系を予定より3編成21両多く投入して車両不足を補った。その後、全車両の帯色が当時製造途中だった321系に合わせる形で紺色とオレンジ色の帯に変更することとなった。変更は2005年11月25日より始まり、2006年3月15日までに警察に押収され、 車席の残る保留車3両以外の全車両が変更された。さらに2014年より体質改善工事を行う際に全面デザインを大幅に変更している。その他、脱線事故後に207系に搭載されていた非常管、自動空気ブレーキの原理を利用し、ホースが破裂するか乗務員室にある非常管スイッチを抜くと、非常ブレーキが作動する装置のホースが、 か期限を過ぎても取り替えられていないことが一部で報道された。そのため一斉に207系全車両において非常管の点検作業が行われた。2016年10月1日現在、全車両が阿保市総合車両所に所属し、赤市所に配置されている。2017年3月4日現在の定期運用は次の通りで321系と、 共通運用されている。和歌山県を除く近畿五府県で運転されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。